今日食べたごはんをサクッとアップするチャンネル、今日のごはんチャンネル。今日は京都駅のイオンモールのリンガーハットさんでございます。この前、皿うどんを食べてものすごいボリュームだったんですけれども、これは、リンガーハットの長崎ちゃんぽんの波でございます。波でも結構なボリュームで、というか野菜の量がやっぱりすごいですね、これね。塩分もその分すごいんだとは思うんですけれども、でもこんだけ野菜あればもうなんかヘルシーというか、もうカロリーゼロなんではないかなと思ってしまうぐらいの野菜の量でございます。でこれスープが美味しいですね。やっぱなんかなんやろ、ちょっと野菜の炒めた香ばしさもありつつの、豚骨ということで、でこれあれです、皿うどんの時もそうやったんですけど、からしちょっとつけたら美味しくなるんですね。それと酢です。酢、これ酢、これ動画撮るの忘れてましたけど、酢をかけたら別物になりました。めっちゃうまかったです。で今これ柚子胡椒をちょっと混ぜたんですけども、柚子胡椒はねなんか僕的にはいまいち乗り切れへんかったところなんです。前も言いましたけど、柚子胡椒がもうちょっと違う種類のやつだったら、いいのかもしれないんですけれども、なのでリンガーハットはとりあえずからしと酢を入れるのも、味変じゃなくて初めから酢入れていいんじゃないかなと思うぐらい、酢はもう大正解でございました。美味しかったです。ということで、美味しかったです。リンガーハットでございました。今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけるとありがたいので、ポチッと押しておいてくださいませ。それではまた明日朝7時にお会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。